はいどうも、今日も元気にバトバトバトーレやっていきましょう。チャンプルーです。さあどうしましょうかね。はるか行きましょうか。オッケー。じゃあはるかでも無双乱舞6できるんでちょっとやっていきましょうか。灼熱の格闘娘にしてればよかったけど、なんかもうノリで花鳥風月選んじゃったんで、もうこのまま行きますわ。まあはるかはねメカ棒が伸びるんで無双ランブ6やりやすいと思います。さあ行きましょうか。どうしようかな。オッケー、とりあえず打ち落とし。いや怖い、あいつサルチウム怖いな。とりあえずファイヤーボディを取っておこう。え、なんでそこについたの今。おー、チャルくんが強化弾持ってますね。やった、スーパーノヴァで倒した。危な、とりあえず一発撃つ。オッケー、さあ行け天空一矢。オッケー、決まった。オッケー、さあ無双ランブ6やっていきましょう。バイバイ。ってな感じで無双乱舞6決まらずに変な終わり方しちゃったわ。まあでも天空一矢決まったから良かったね。気持ちよかった今の。なんかあれだね、ちっちゃいキャラだと難しいね。このサルチームとかさ、チャル細いじゃん。だから当たり判定がちょっと難しいですね。危な、よけ方うまっ、よけ方うますぎないこいつ。このチャルうますぎなんだけど。とりあえず一回攻撃できたわ。ナイス。ちょっとチャルは博士に任せるわ。俺あいつに攻撃できない。なんかいっぱいいるのに全然当たんねえんだけど、どうなってんのこのゲーム。 OK。 うわうまっ、博士うますぎない。電磁バリアでさらに詰める気か。やばいな、あの博士うまいな。今回コンピューターうまいぞ。あらら、やられちゃってるね。やった、当たった。はいはい。あ、さらにいないないで、これ詰めれるでしょさすがに。 OK。 よっしゃー、オッケー、無双ランブ6でやっつけました。さあこれはスーパーノヴァのサンシャイン野郎で、バイバイ。いやーこの試合結構手強かったですね。なんかやりづらかった。さあ全然無双乱舞6を決めてないですね。今回の目玉だって言って何。とりあえず、ね、あの目の前にサルチームからつけていきましょうか。さあ行きましょう、無双乱舞6。まあこんな感じでしょう。
後ろにチャルがいたんで、もうコンボを切らさざるを得ませんでした。これ誰かな、博士。 OK、 さあ天空石当たるかな。よっしゃ決まった、やったぜ。よっしゃ決まった。いやー怖い。むずっ。オッケー決まった。やば。いやーきついね。普通にやっちゃった。まあいっか、もうこんな感じで。なんか企画倒れでしたね。逆にこの動画だけで、この動画だけで天空石3回決めてます。なんか面白いね。3回だっけ、2回だっけ。まあいいや。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。